ダウンタウンと書いてみたんですけれども、もうずいぶん長い間、第一線で、お笑いの第一線で活躍されてるかなと思います。私が高校生の頃だったと思うので、どうでしょう、もう30年ぐらいじゃないですかね。もちろん第7世代みたいなね、芸人が出てきてるけれども、基本的な理屈っていうのは、笑いの理屈っていうのは変わってないかなと思うんですよね。まあ、簡単に言ってしまえば、漫才ブームというのが何年だったかちょっと忘れましたけど、1980年ぐらいですか、私が子供の頃ですね、B&B というね、コンビがいたんですよね。島田洋七さん、洋七さんですか、B&B。なんか言うと、もみじまんじゅうっていうギャグだったんですよ。なんとか言うと、広島もみじまんじゅうとか言って、まあ、その時は面白かったんですけど、漫才ブームがですね、実は去ってしまって、土曜に「ひょうきん族」というね、番組をやってたんですが、やっぱり最終的に加トちゃんケンちゃんにかなわなかったみたいですね。それで、その漫才ブームの最後に出てきたダウンタウンの理屈というのがどういう理屈なのかといえばですね、まあ、彼らの漫才、いくつも残ってないんですけれども、言葉の研究家っていうネタがありましてね、まあ、笑い飯の取り人ではないけれども、あの研究家っていうのが出てくるんですね。あの研究家。あいうえおのあの研究家っていうのが出てくるんですね。まあ、その時点でちょっと変わってますね。今日はあの研究家の松本先生にお越しいただきました。まあ、再現ドラマっていうんですか、再現、漫才なんですけどね。で、松本人志がぼーっとしてて、先生って言って呼ぶと、ああとか言って答えるわけですよね。ですから、そういうちょっと変わった笑いだったという、思うんですよね。ですから、あの研究家って言い方がね、ちょっと変わってるんですよね。言語学者の先生をお呼びしましたという入り方、あるいは国語学者の金田一先生をお呼びしましたと言って、金田一春彦のモノマネでもやるのかと思えば、そうでもない、あの研究家として入ってきて、崖から飛び降りる時の「あ」をやりますとか言って、途中で何かに気づいた時の「あ」を混ぜたり、なんかよくわかんないことをやるわけですよね。だけどそれが面白おかしいと。もう、ですから、その笑いが完成してから、若手と呼ばれる人たちは、やっぱりその亜流というかですね、ダウンタウンの彼らが漫才ブームの後に新しく作った文脈ですよね。それを踏襲することで、その第7世代まで、ずっと滑ることなくですね、笑いの王国を作ってしまったんじゃないのかなと、私は思います。